RCR Arquitectesが制作したバルセロナ・サンタントニ図書館の外観。RCR Arquitectesはカタルーニャ人の建築家集団の一つ。1988年にジローナ県オロットでラファエル・アランダ、カルマ・ピジェム、ラモン・ビラルタにより創設された。RCR は3人の名前の頭文字を取ったものである。2017年にはプリツカー賞を受賞した。受賞式は2017年5月20日、東京の迎賓館赤坂離宮にて行われた。3人は1961年前後にジローナ県で生まれ、同じ年にヴァレス建築専門校を卒業する。卒業後に3人が活動の根拠を置いたのは、バルセロナのような都市ではなく、故郷のオロットであった。以後、彼らは、プリツカー賞審査員の言葉を借りて表現するならば、30年間に渡って地方にベースを置きながらも、身近なエリアを超えたインパクトを与える制作活動を続けた。キャリアの初期には、日本の長崎、西海橋の商業施設のコンペに参加し、優勝している。また、フランスにおける代表建築作品は、ロデーズのスラージュ美術館やネグルプリスのラ・キュイジーヌなどがある。しかし、RCR のキャリアの中心はスペイン、それも地元カタルーニャの狭い地域にある。彼らが初めてミース・ファンデル・ローエ賞にノミネートされた作品は、やはりジローナ県のリウダウラの文化、レクリエーションセンターであった。RCR がプリツカー賞に値すると評価された理由の一つは、彼らが地方の価値観と国際的な価値観の両立の可能性を示唆したことにあった。RCR は2017年現在までに文化的な施設や教育施設を公共、施設を問わず設計してきたが、プリツカー賞の審査員によると、彼らは建築が各々の土地のコンテクストに沿ったものとなるように、その土地と空間が語りかけるものにコミットメントしてきたという。2000年に RCR はオロットの公営陸上競技場を設計した。RCR は陸上競技場が移設される前にあった多くの森を切り開くのではなく、連続する森と島状の森との間を縫って400メートルトラックが走る要注意深くトラックを配置することにより、森とトラックとの間の関係性を創造した。RCR の作品、オロットの陸上競技場やその設備のデザインは2000年にカタルーニャ州の建築に関連する賞を受賞し、2003年にはミース・ファンデル・ローエ賞の最終選考にも残った。バルセロナの建築批評家、ジュゼップ・マリア・モンタネリ・マルトレルは、この陸上競技場について RCR が古代オリンピアで行われていた競技の清々しさや素朴さを再創造し、スポーツをする場所の原点が森の開けたところにあったということを再認識させたと評した。RCR が建築作品を通して示した抽象的な環境との関連性は時間を超越する幾何学と有機物の多様性とによって導き出されたものであり、全思想のエッセンスであると論評されたこともある。ありがとうございます。